スポーツ魂、スポーツニュースをね、めでたく、下ろされることになりましたよね。卒業、卒業することになりまして、ね。僕はあれですよ。そういう、人妻の女子アナにセクハラをするしないみたいな問題は一切起こしませんから、普通に卒業いたしましてね。ほんで、来週で終わりなんだけど、今週、パリーグ開幕してさ。で、まあ終わった後こう野球の話なんかしてんですけどね。で、その時に、日本ハムの開幕戦の先発がダルビッシュで、2戦の先発が楽天からこう、引き抜いたグリーンっていうピッチャーで、ってことは1日明けて3戦目、4戦目が、八木と金村であろうと。で、武田勝っていうピッチャーがいいんだけど、去年先発やったり中継ぎやったりしてたピッチャーがいいんだけど、これが中継ぎで出てたから、あれ先発もう一人誰だろう ?5 枚目は先発少なくともいるはずだから、この5枚目の先発は誰なんだろうみたいな話をしてて。で、日ハムファンの伊集院さん知らないって言われたから、誰だって、あ、そうだ、新外国人が一人いたって、ピッチャーがいたっていう。その新外国人の名前が思い出せなくて、新外国人一人入りましたよ。うわ、名前思い出せないや、って。ほら、なんかこう、フランスから来た、新しいお菓子みたいな感じのって言ったら、他のディレクターが、あ、いたいた、そんなやついた。なんかなんかすごい豪華なお菓子っていうよりは、なんつったらしっとりしたクッキーで、なんかこう、蜂蜜みたいのが染み込ましてある感じの、そうです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 、そう、そんなに、その豪華って、豪華ななんかこう、いわゆるケーキとかってよりも、あってもバタークリームとレーズンが挟んであるような、そういう感じの、なんつってうちに、ものすごいその菓子食いたくなってきたんだけど、膨らませる方向が全然違ってるわけよ、もう。結果大橋アナが選手名鑑で調べてくれたら、スイーニーっていう。だけども、スイーニーが分かったことよりは、それが食いたいわけよ、もう。感じとしてはね、もうスイーニーはね、なんて、浮ついた会社から出てないからね。落ち着いた。風月堂とか。風月堂とかがちゃんと独占販売権持ってるやつで、マドレーヌよりはちょっと固めね。ちょっと固め。で、だから要するに、なんつったいのかなぁ、ご贈答用に、スイーニーをぜひお持ちいただきたいんですけれども、チョコのスイーニーも一旦売ったし、抹茶のスイーニーもね、日本のオリジナルで作ったんだけど、まずは、何も、こう、ひねりのない、ちょっとドライフルーツちょっと入ってますけど、スイーニーの方をね、紅茶と一緒に、ぜひぜひシナモンティーと一緒にお食べいただきたい感じなんですけど、そこで僕、いっぱい新外国人選手が入ってきてるじゃないですか。でもこれこの先活躍し始めちゃうと、スイーニーだって、今こういう風に、データが危うい状態だと自由自在にお菓子にできるんだけど、スイーニーの得意玉は何とかさ、スイーニーのその投げ方のフォームがこうとか顔とか分かってきちゃうと、もう二度と美味しいお菓子には出会えなくなるわけですよ。限定されちゃうじゃないですか。で、新外国人選手をとりあえず、そういう形で、活躍度といいますか、を予想しつつ、上げていこうということで、まずね、ヤクルトにグライシンガーっていう、グライシンガーです。これ面白いのはね、やっぱり、メジャーリーガーっていうのも、今、アメリカ人よりは南米の選手とかいっぱい入ってきてるから、昔で言うとさ、ジョンソンとかそういうスティーブとかが多かったのに、この手のアメリカ外っぽい名前がいっぱい入ってるわけですよ。グライシンガー。こいつはね、六神合体グライシンガーですから。基本的には、それぞれがですよ。ね。グローブとか、ね、スパイクとか、それぞれがメカですから、それが合体することで、一個一個合体することで、超、超合金で発売しますから、超合金で発売するグライシンガーですからね。得意技は、グライソード。グライソードの円月切りです。ね、で、全員ね、グライシンガーのグローブやスパイクや帽子に、一人ずつレッドグライシンガー、レッドシンガーやグリーンシンガーが乗ってて、最終的な決め技としてのグライソードと全員がポーズをやってから、ズババーンってなるやつですから、7勝10敗です、こいつ。
それからですね、あとそうですね、中日、中、あ、中日、阪神。阪神、ボーグルソン。ボーグルソン、ピッチャー。ボーグルソン、ボーグルソン現象ね。ボーグルソン、気象用語ですよ、気象用語。気象用語のボーグルソン現象、つってね。今、すごく、地球温暖化。で、熱い海水が、南極圏に急激に流れ込んだ時に起こる現象である。以外はもう難しすぎてみんなに教えられないやつ。ね。発症。ガイエル。ヤクルトのガイエル。ね。これはね、ガンダムに出てくる、まあ、ガンダムマニアの方は知ってますよね。ガイエル少佐。ムサイの艦長だったね。アバオアクーにいっぱいムサイがいた時の、一個のムサイの艦長で、元々の台本の中では、ガイエル少佐っていうセリフがあったんだけど、その、実際のオンエアの時にはそのセリフ削られちゃってるから、よっぽどマニアの人がシナリオを見て、初めて知ってるのがガイエル少佐ね。で、このガイエル少佐っていう、まあ、これもカットされたんだけど、この時の、言ったのが、グラセスキー軍曹。ね。中日ね。これ中日のグラセスキーね。まあ、アッガイのパイロットだったんです。もともとはね。あとはですね、広島、ピッチャー、マルテ。これはね、マルテ。ね、マルテ去年からいるんだよね。やばい、俺やばい、やばい、マルテの顔が浮かんじゃダメ。マルテの顔が浮かんじゃダメなんだよ。マルテは、アフリカの、少数民族が食べてるパンのようなものです。はい。芋の粉をね、芋の粉を練って、こういう主食なんですよ。で、まずマルテを、作れないと、マルテが上手に焼けないと嫁さんになれないですから、この少数民族の中では。で、このマルテに鹿の肉などを包んで、食べていくもんなんですよ。で、もうすごいまずいですよ。もうすごいまずい、これ。ね、マルテ。ね。で、ベイスターズのホセロね。ホセロは、この原住民の住んでいる日本でいうテントのようなものがホセロですよね。ホセロの中でマルテ を食べながら祝言をあげるのが、このアフリカの少数民族ですね。ベイスターズ、ベイスターズ、ややこしいところではですね、チアソン、チアソン、チアソンがいますわ。チアソン。どこの方だ、チアソン。ピッチャーかな、チアソン。チアソン。スコットランド兵のお守りです。スコットランド兵がよくぶら下げてるでしょ。あれが、正式名称チアソンです。あれが、銃剣の、銃のところに、ちょっとミサンガっぽいやつがプラーってぶら下がってるのを見たことがあるでしょ。ないですけど、ないですけど、あれはチアソンですね。あれはチアソンですね。あと、アダム。オリックスのアダム。すっぱだかな感じしますよね。やっぱね、アダムはね、イコールね。すっぱだか。すっぱだか。ソフトバンクのアダムも同じアダムですけど、両方すっぱだかですね。すっぱだかですね。あとはですね、そうですね、ニコースキー。ソフトバンクのピッチャー、ニコースキー。もうさ、ニコースキーなんでさ、もうまず速い球投げなそうだよね。知らないよ。俺ニコースキーのデータがないか知らないけど、まず野球選手になりそうないよね。ニコースキー博士だよね。ニコースキー博士は、なんかものすごい、その難しいさ、一見丈夫な、地質学的にはすごく丈夫な、地質の場所なのにもかかわらず、落盤が起きるのはなぜなのだろう。それは、ニコースキー博士の論文によると、で、おなじみのニコースキーだよね。CM を挟んで J リーグ編に、J リーグ編なんか行かなくていいよ。今、すぐそこにスポーツ部があるんですけどね、そこから借りてきた J リーグ の選手メーカーによりますとね、FC 東京ワンチョペ、あれだよね。ほらほら。トーストに塗ると。その、ね、ナッツのやつうまいやな。ナッツとチョコのワンチョペ、すんごいうまいんだよ。俺意外にトーストはトーストのまま食うのが好きなんだけど、お母さんが、ワンチョペ買ってきたよー、なんつって。で、うちのおふくろは、いろんな色のさ、コンペイトーみたいな、なんかカラフルなやつ買ってくるんですけどさ、なんだよ、俺、ナッツのワンチョペよかったよ、みたいな。それからね、あとね、柏レイソル。
アルセウ。ね。これあれだろ、創刊の雪ビルだろ。アルセウ。アルセウ、アルセウで2時な、なんつって。ごめん、ちょっと2時に行けそうにないんだよ、なんつって。ミスタードーナツ入ってて、なんつって。1階にあるから、アルセウの、なんつって。それから、大宮アルティージャ。エニュートン。ね、エニュートンは、ゲーム、サッカーゲームのメーカーが、エジウソンのエージェントに、金が払えなくて、名前が使えないっつって。それで、昔で言う北ヘフみたいな形で、エジウソンなんだけど、エニュートンって書いてるみたいな。じゃあ、エニュートン自体は何て書いたんだよ。そういう、あと何かなぁ。ファボン。ファボン。アントラーズのディフェンダー。ファボン。ファボンは、ファボンはさ、90年代ぐらいのテレビゲームで、幾何学模様のやつな感じしない？なんかなんつうの、その、ロケットとかさ、その何、エイリアンとかそういうんじゃなくて、幾何学模様でのパズルのファボンね。ファボンもう20面から先なんか絶対無理だよ、あれ。兄弟生が考えたって言った。兄弟生が考えたゲームだって。言ってたよ、俺が聞いた話じゃね。それからね、川崎フロンターテ、ターレ。マギヌン、マギヌン。水虫タムシにマギヌン、ね。そんなもんかな、おい。それからね、レッズ。レッズ。レッズは、ワシントン。ワシントンは、まあ、とにかくストライカーですよ。ね。ただ、やっぱり、がたいがでかいから、まあ、がたいがでかいがゆえに決定力はあるんだけれども、ただ、膝がね、膝が故障しがち。そんなフォワード。これも何も書いてねえじゃねえか。元の趣旨とずれちゃってんじゃねえか。ちゃんと CM を消化しろよ。もう CM 行かなきゃダメだよ。やっぱさ、こう、生地野球知ってたりとかするとさ、ダメだね。飛びづらいね。で、サッカーも、多少知識が入ってるからね。それを消すのが大変で、サッカーとか野球全く知らない人の方が飛べるね。絶対。ベルディの復帰は、町工場で使う工具なんだけど。で、ほら、みんなあんま知らないでしょ。だから、復帰持ってこいなんつうの。お前何ニッパー持ってきてんだよ、復帰だよ。お、これ14の復帰じゃねえか。12のだよ、12の。バカ野郎。あの、隣のクレ556も持ってこいよ、なんつって。だからこれは、おそらく、まあ、三丁目の夕日の頃の自動車工場。自動車整備工場でよく使われた復帰。で、今はもう全然ね、復帰よりも全然便利な、油圧レンチが出ちゃったから。で、油圧レンチがあるから、ほぼ復帰を使うことはなくなったけど、で、これはさ、もうさ、ベルディファン、ベルディサポーターと、うん、まあ、サッカーファン、ベルディサポーターと、逆に言うと、自動車整備工の人は、飛びづらいよな、絶対な。ほんとで、知らない方がいいよなぁ。ジュビロ岩田。ファブリシオ。これあれだろ ?100 円ショップで一見ファブリーズに見えるけど、お、これ全然違う会社のやつじゃねえかよ、って。で、そのファブリシオ自体をシューってやると、いや、なんか全体で匂い消えたけど、ちょっと酢酸臭しねえ、みたいな。ファブリシオ自体の匂いじゃねえの、みたいなやつが、これファブリシオですよね。だジュビロのさ、カレンロバート。カレンロバートとかも、カレンって書いてあると、ちょっとなんか、なよっとした女の子のイメージあるもんね。なんかね。でも、カレンロバート分かっちゃってるからな。やっぱりそれも、飛びづらいよなぁ。清水エスパルスのさ、ツートップのさ、にさ、ちょ、なんだけど、ちよって書いてあるんじゃんか。これも、やっぱりもうおばあちゃんがここに座ってる絵しか浮かばないね。ね、スタジアムのさ、日本平スタジアムのゴール前のところにおばあちゃんが、やっぱり本田千代っぽいことなんだろうね。本田千代っぽいやつが、スコンと座ってんだろうね。こんなんで今日終わっちゃうぞ、これ。ダメだよ、そんなの。なぁ。まあ、最後に、広島の、ダバツ。ね。これあれですね。アラブの
テーブルゲーム。まあまあまあ、ルールはバックギャモンとほとんど一緒です。ほとんど一緒ですよね。緑と赤のチップを取り合う、ダバツっていうゲームですよね。マフィアなんかがダバツで金かけると相当な金が動くらしいですぞ。